皆さんこんにちは。月夜障子二段構え、ダブルハンマーです。本日も堀口秀俊スペシャルの時間がやってきてしまいました。4月19日、本日も堀口くん周りの出来事について超ざっくり簡単にまとめていきたいと思います。では行く。まずはじめに、最近は裁判絡みのことも動いていますので、現在どんな状況なのかおさらいしてみましょう。4月23日、学習院仮処分にのウェブ期日。4月26日、清谷氏との裁判の期日。今後の日程が不明なのは、学習院告発サイトの本訴訟。こちらは提起済みですが、流れ的に仮処分にが終わってからになるんですかね。堀口くんからノートとひまそらさんに対して、スペース無限延期編の記事を開示、削除せよという訴えは、対ひまそらさんの分は取り下げて、対ノート者、補助参加ひまそらさんとなり開示は失敗、削除の方はまだ結果が出てないという状況だったと思います。ひまそらさんから堀口くんへの訴えは、初手の、頭の悪さ発言、の件は地裁で棄却されましたが、ひまそらさんが控訴した状態、別訴にすると言っていた件を含め、2桁を超えるいろいろは、まだ表に出てきていません。堀口くんからクラウドフレアに対しては、間接強制が1日25万が発令中で、強制執行をする、さらに申し立てすると宣言していますが、その後は不明です。堀口くんが本訴可能となっているのは、継承略で、カイダニ、ヤニクマ、ナツキ、ハイブタ、スキキライカニニン、その他の、AP 開示まで行って、郵便談話を受けた人たち。こんな感じでしょうか。私も見逃している部分があるかもしれませんので、情報があればご指摘いただけると嬉しいです。さて堀口くんの動きを見てみますと、16日の学習院 OB 側からの書面を受け取ってから、動きが少なくなっているように見られます。これは頑張って裁判書面を23日までに間に合わせようとしているんでしょうか。先生の新作に期待ですね。それでもアルパカ社長に自分や他人を傷つけるような発言をすると、タキパンネタをボロンすると釘を刺されてしまい、アルパカ社長のみならず、なぜか動物のアルパカにも挑発を向けていました。いや、堀口くん、アルパカに罪はないし、アルパカに対して知能が低いとか言って、どうなると言うんですか。アルパカ社長は自分のアイコンとしてアルパカの画像を使っているだけで、アルパカではなく人間ですよ。なのにアルパカをバカにして、アルパカ社長にダメージが入ると思っているんですか。普通にのダメで、アルパカ好きの反感を買うだけですよ。堀口くんは煽りが下手なので、相手を煽ろうとして関係ないところに喧嘩を売るのが多い気がします。それこそ近畿大学や東大寺学園の関係者、ヘルシオユーザー、高校を中退したけど頑張って生活している人、キャラとして琴ノ葉茜が好きな人や、美味しいからすみや牛タンを愛する人、ネトゲ好きな人や40代の人など、ひまそらさんに口で何でも否定するので、逆にそれを好きな人の反感を買ってしまっていると思います。堀口くんは近畿大学卒業の友人は気にしてないと言っていましたが、それは本当ですか？そのお友達は心の中では怒っていたかもしれませんよ。あれから近畿大学卒業のご友人から連絡ありましたか？そしてひまそら茜さんからも、堀口くんに対しては予算度外視で全部やると改めて宣言されています。これは横浜関西の件で、ひまそらさん側から申し立てたことが2件あったんですが、どちらも却下だったという情報があっての発言です。全部やるというのは、費用対効果が悪そうでもちょっと無理筋でも言っていいということで、もうひまそらさんとなるくんは普通の裁判の数件分の費用を出しているとのこと。そうなればバグが悪かったり失敗することもあるとひまそらさんは説明されています。ちなみにこれはひまそらさんとなるくんが自腹から出している堀口くんの件についてで、カッパから出している住民訴訟の方は勝てる見込みがあるかどうか弁護団と相談されているとのことでしたので、今後なさらないようにご注意ください。さらに熊弁護士から何らかの動きがあり、堀口くんの代替住所がめくれたと、堀口くんがずっと宮殿にいたということがひまそら茜さんよりポストされました。そうなるとイギリスに行っていたからというカンパ募集や、それ以外にも渡航費用がどうのこうという内容の堀口くんの主張は正しかったのか怪しくなってしまいます。大丈夫なのか秀俊。そんな中でも堀口くんは代理人弁護士と委任契約を結ぶ予定、結んだ、対応を依頼した、詳細は追って発表すると情報を小出しにしていく動きを見せます。18日も朝の5時から夕方に詳細を発表しますという謎のじらしムーブで界隈をもじもじさせていました。しかしながら18時、20時と時間が過ぎても堀口くんからの発表はありません。それどころか午前9時あたりから動きが見られなかったため、みんな心配を始めます。ひまそら茜さんのポストより引用します。え、堀口秀俊くんが夕方って予告したのにプレスリリース出してないの？朝9時から連絡途絶えたの？どうしたん？一もしこり、にぎらい人の名前で検索した弁護士からお祈りメールが来てきちゃくちゃあたり？まさか？これは今日の加賀町警察とのやりとりです。堀口秀俊って人がいまして、ポリスメン、あ、はい、はい、新民か？
堀口秀俊くん、プレスリリースで元気な姿はよ見せて、不安になって1日3食と間の飲み物しか喉を通らないし8時間しか眠れない。まさか無栄症が凸を身につけたのか。何って栄症せずにが凸しただけだが、みんなできないのか。そもそもが凸しねえよ。一体何枚のモニターをこれまで無栄症で。可能性としてはコリス案件の可能性が高いのかな。弁護士ウィズアウト計画狂いならフル栄症来ると思う。無栄症で予告スルーは初めてじゃない。ドキドキしちゃいますね。わからないことが起こってると。もしポリだったら被害届け出した人に連絡があるんじゃない。例えば赤坂署で暴れた件でこいつ柄を抑えようと警察が思って準備したとか。この場合署で暴れた結果なので僕に連絡は来ません。余罪の追加逮捕も僕の件でできます。推測に過ぎませんがね。ハンターハンターの続きに誓って、僕は堀口秀俊くんの現在について情報を持ちません。23の締め切りつらいのかなくらいしか心当たりがありませんし、連絡も来てません。だから予想しただけです。これが嘘だった場合、僕はハンターハンターの続きを読みません。ひますらさんがこう言うということは本当にご存じないでしょう。そんな感じで誰もが堀口くんの次の発言を待つ中、21時45分を回ってようやくプレリリがありました。闇のクマさん司会のネット入手、図書種類発信者に対する損害賠償請求のお知らせとご支援のお願い。要約すると、また感覚くださいのプレリリでした。誰も懐こうとなる中で時間について突っ込まれた堀口くんの回答はこちら。もともと夕方に公表しようとしていたのはこちらの内容です。試験的に朝に前倒ししてみました。ノートでは10時に公表しています。説明しますと、闇熊氏の対応については同じ日の午前10時にすでにノート記事がアップされていたようです。つまり堀口くんは朝5時に夕方発表すると宣言し、試験的にその内容を午前10時にノート投稿し、それをしましたとはポストせず、21時45分を回ってから堂々とポストしたということですね。なんでこのムーブは。暇空茜さんのポストより引用します。うおー、堀口秀俊健在健在。21時過ぎって夕方か。いや本当に何をやっていたんでしょうね。とりあえずは無事でよかったですけど。堀口秀俊君は損害賠償請求訴訟をするとは言えません。損害賠償請求をするとしか言えません。訴訟なんて怖い言葉、堀口君には使えないからです。そしてプレリリについても、訴訟ではなく損害賠償請求という言葉にとどめたところを突っ込まれています。それに対する堀口君の反応がこちら。訴訟なんて言葉は怖くて誓えない。誓えますよ。たまたま X 氏の更新に時間が空いたからと警察に呼び出されていたと決めつけるのも邪推ですね。あいにく呼びつけられていません。いや、そうじゃない、そうじゃないよ。お前、損害賠償請求訴訟って言えないから損害賠償請求って言うよな。って言ったら訴訟訴訟訴訟って連呼するの。これが IQ が違うと会話が成立しないというやつか。警察署に行ってないと言えず、呼びつけられてないとしか言えないってこと？そうです。訴訟をするという宣言すらできないんだねという指摘をされているのに、単に訴訟という言葉を発することで返すのは、論破されるとか振られて怒るというよりはもう呆れてクソで固め息というものでしょう。警察以外に呼び出された可能性ある？予告してずっぽ抜けは何か拘束されてたとしか思えないけど、それは警察とも限らない。確かに堀口くんなら夕方あたりに界隈がざわついた頃 X にポストをしてもおかしくありません。ですが10時頃から約12時間ネット上の動きはありませんでした。何かネットに触れない状況にあったんでしょうか。裁判書面か何かに集中していただけとかならいいんですけど。それでは話を闇熊氏に戻しましょう。現在残っているポストから察していると、堀口くんから指摘した元ポストは削除されているようです。堀口様、以下のように謝罪撤回させていただきました。大元のツイートはこれから削除させていただきます。私のツイートは間違っておりました。撤回いたします。大変申し訳ありませんでした。暇空氏との対談楽しみにしております。かなりちゃんと謝っているように思うんですが、皆さんはどう思いますでしょうか。2023年3月26日でひまそらさんとの対談に触れているあたり、堀口くんがひまそらさんに絡んだ最初の頃でしょうか。削除して撤回、訂正し、謝罪しても弁護士を雇って損害賠償を請求してくるんですね。
堀口君はどんなことを言われて、どれくらいの金額相当の損害を受けてしまったんでしょうか。私のようなものには全く想像できません。しかしながらこうして謝罪しても法的措置を取られてしまう状況では、やはり示談に応じるのはやめた方が良さそうだと思えてしまいます。堀口君も、代理人弁護士と契約しているなら、本人から連絡が来るのは不自然とおっしゃっていますので、堀口君を名乗る普通郵便が届いても、対応する必要はなさそうです。正式なものなら、代理人からの特別送達、内容証明、で届くことでしょう。怪しい郵便物による示談の提案には、絶対に応じてはいけません。ちなみに、ダブルハンマーナ X でアンケートを取ってみた結果を一つご報告します。堀口君はスリーナイツとは別の新しい弁護士と契約してる 1.2%、 契約してない 49.8%、 弁護士ドットコムに課金したのを契約と言い張るつもり 39%、 桜と対戦するだけの弁護士を準備した 10%、 241票で、私の X の投稿を見ている人が中心のアンケートではありますが、ちゃんと契約したと思っているのは 1.2% です。堀口君、これが君の今の信用だと私も思いますよ。最後に自前の広告が流れます。藤子 F 藤尾先生のタイムパトロール本をご紹介します。物語は過去の歴史の中で不幸な死を遂げた人を助けるタイムパトロール隊の活動を描いたものです。とはいえ歴史を変えてはいけないので、助けていいのは歴史に影響を与えない人物だけだったりと、様々な制限やルールがあり、主人公をはじめ隊員たちも苦悩しながら活動していくという内容です。5月2日より Netflix で映像化され配信が始まりますので、一足先にコミックスでチェックしておくのはいかがでしょうか。ご購入は概要欄のリンクよりお願いします。今回は以上となります。何かございましたらコメント、回答も欲しいという方はお布施をいただけると嬉しいです。よければ高評価、チャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。